教えてフラミンゴ先生。わあ今日もとっても元気なお子さんが来てくれました。この番組ではテレビの前のみんなの疑問にフラミンゴ先生が答えていっちゃうよ。今日も一緒に考えてくれるお友達を呼びました。どうぞ。よろしくお願いします。博学清彦です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。とっても元気な挨拶ですね。ありがとうございます。じゃあ早速清彦くん、一つ目の疑問を読んでもらえるかな。はい。空はどうして青いの？そうだな、海も青いよね。きっと空と海のバランス、統一性を持つために青くなっているんじゃないかな。どうしたの清彦くん？いや、空が青いのはもともと太陽の光って白色に見えますよね。それって白色に見える光は7つの虹色と呼ばれる光からできているんですね。その太陽の光が地球上に降り立った時、大気中の空気と混じり合った時に青い光だけを分散させる効果があります。なので青く見えているだけです。へー、清彦くんとっても物知りなんだね。はい、ありがとうございます。すごいね。じゃあ次の疑問読んでもらえるかな。はい。月はどうして光るの？月はみんなのことを照らすために光ってるんじゃないかな。違います。月が光るのは太陽の光が反射しているからです。そうなんだ、キムクくん本当に何でも知ってるんだね。じゃあ好きです。じゃあ次の質問読んでもらえる？はい。スーパーで売っている卵を温めるとひよこに帰りますか？もしかしたら帰るのかもしれない。帰らないですよ、無精卵なので。清彦くん、そんなことどこ？常識です。次の質問に行けるかな。はい。どうしてお腹がすくとグーッという音が鳴るの？きっとお腹の中の腹ペコ虫さんがお腹すいたぞーってお腹の中の壁を叩くからかな。違いますよ。いや、腸の壁が動いている時の音であり、それによって空気やガスが動いて出る音ですよ。こんなことも知らないんですか？ちなみに先生の名前はフラミンゴ先生ですよね。うん。ではどうしてフラミンゴが赤い体をしているか知っていますか？それはきっと生まれつきなんじゃないかな。違いますよ。フラミンゴはもともと白い体で生まれてきます。ですが母親からフラミンゴミルクと呼ばれる赤い液体を飲むことによって徐々に体が赤く変わっていきます。フラミンゴはそもそも赤い体をしていないとモテないので、親は子供にフラミンゴミルクをあげることによって徐々に体が白くなってしまいます。なのでフラミンゴはカロテンが含まれる卵巣というものを多く食べる傾向にあります。なので体が赤いんですよ。ちょっとすいません、この人キャスティングしたの誰ですか？この人エキストラ事務所から派遣してますか？私はNNC のアナウンサー一応やってるんだけど。使えないですね。ちょっと一回カメラ止めてもらっていいですか？清彦くんカメラ止めてください。清彦くん落ち着いて。うるさいですよ。何にも分かんないくせにこの番組よくやってますね。この番組いつからやってるんですか？8年前から。8年前？8年も前から子供を騙してたんですね。子供はそんなに甘くないですよ。ちょっとすいません、この人楽屋に返してください。早く早くマネージャーさん来て。早くマネージャー、すいません、帰れ帰れよ。すいません。いえすいません。フラミンゴ先生はね、台本通りにやってくださっただけなので全然悪くはないんですよ。違うんです、私も知識がなんか薄かったのかなって思って、私何のために東大行ったんだろうって。いえそんなことはなくてですね、この番組の方針でもありますので、子供が喜ぶような脚本を作っていたつもりなんですけれども、一応ですね、ちょっと清彦くんのお父さんがちょっとお偉いさんなんですね。すいません、ちょっとその事情で、なのでちょっと形だけでも清彦くんにちょっと謝っていただいてもいいですかね。わかりました。すいません。何でもします。落ち着いてからで大丈夫なので。もう大丈夫です。いけます。大丈夫ですか？すいません、本当に。芸歴何年だ？あの方はですね、半年前にこちらの番組の MC になったばかりでして
りで、あのね、僕は芸歴6年なんだよ。そもそもあの人が MC をやって僕がゲストなの？それ自体がおかしくないかよ。清彦。あ、社長。あ、パパ。パパ、この番組だいぶひどいよ。パパの力でこんな番組潰すことだってできるよね。まあ落ち着け清彦。お前もこれ仕事でやってんだろ。じゃあパパはこんな低俗な番組がより反映することがいいっていうのかい？いや、それ違うけどな。だよね。だったら口挟まないでもらえるかな。すまん。じゃあ、あと頼んだ。はい、かしこまりました。清彦さん。うん？どうですか、スタジオに戻る気にはなりましたか？無理です。こんな番組ね、どうかしてますから。だいたい僕のギャラこれいくらなんですか？それはあのお父様にお伝えしておりますので。演技は僕だろ。僕に伝えなくてどうする。いくらだよ？1万5000円です。アップしろ。2万円アップしろ。2万2000円アップしろ。僕のお父さんは代表だぞ。2万5000円で。まあいいだろう。そんであいつは謝りに来ないんだな。やっぱり、やっぱり継続だな。清彦くん、さっきは本当にごめんなさい。はあ、ちゃんと謝ることはできるみたいですね。あのね、子供っていうのは意外とよーく考えてるんです。なので適当なことはテレビでは喋らないようにしてください。はい、わかりました。今後、絶対に子供を舐めないと。約束できますか？はい、約束します。じゃあ、いいでしょう。じゃあ、エンディング撮影行きましょうか。はい、今日もたくさんのみんなの疑問を解決したね。じゃなくって、清彦くんが解決してくれたね。うん。突然なんですけど、フラミンゴお姉さんは今日の放送をもってこの番組を卒業することになりました。悲しい。悲しいな、悲しいな。そして来週からこの番組のメイン MC を清彦くんに務めていただくことになりました。あ、よろしくお願いします。務めたからには誠心誠意正しい知識を皆さんにお教えしたいと思います。フラミンゴお姉さん、今までお疲れ様でした。ありがとう。清彦くん、来週からよろしくね。うん、バトンタッチ。来週からは地球の成り立ちについて勉強していきたいと思います。皆様、ノートとペンを持ってこの番組を見るようにしてください。それでは、バイミンゴ。今までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、 OK でーす。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、CG 頑張ってくださいね。